1979年に建造された最下重量と225,200トンのケープサイズ、バラツみ貨物船、バージア船ケープサイズは大きすぎてスウェズ運河を通行できないような船を指す言葉である。パナマックスよりも大型であるため、パナマ運河も通行できない。こうした船は太陽間を移動するために希望峰やホーン岬を回らなければならない。ただし、 喫水制限を満たしていれば、こうした船も現代では、スエズ運河を通行できる。制限喫水は2009年時点で20.1メートルである。ケープサイズの船は、典型的には、最下重量トンが15万トンより大きく、タンカーならば、VLCC やウルスクに分類される。また石炭や鉱石、その他の原材料などを運ぶバラズミミカモツ船などにも、この大きさのものがある。 ただし、ケープサイズといった場合、通常はタンカーではなくバラ積み貨物船を指す。標準のケープサイズバラ積み貨物船は17万5000トン前後であるが、鉱石輸送専用のバラ積み貨物船の中には40万トン程度のものまで存在する。その巨大な全長や喫水のため、最大級の二扱い設備でのみそうした船を受け入れることができる。ありがとうございます。